どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はかっこいいレベッカのラズベリードリームという曲を、このちっちゃいウクレレを使いまして、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。やった、これはいいですよ、いいですよ、いいですよ。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたいガズレレ流簡単バージョン、後半はかっこいいバージョン、これなかなかキュンときますから、ぜひ皆さんやってみてください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、憧れの曲を自分で歌う、カラオケで歌う、聴く、これも最高ですけど、弾き語りするのがこれがいいです。弾き語りっていうのは楽器を弾きながら歌うってことで、こう演奏のこれもコントロールしながらね、やるっていうのはこれがすごく楽しいんですけれどもね、今から始めるのはピアノとかギター難しいですから、ウクレレいいですよ。ウクレレだったらですね、楽器とか音楽が私は苦手だなという人も、この子が助けてくれますから、弦4本で、もう押さえるのもね、もう他の楽器に比べたらはるかに簡単。で、ちっちゃいでしょったら、どこでも持ち歩けるんです。これがいいです。で、いつでも練習できる。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん楽しく音楽ができるようになります。YouTube だったらいつでもどこでも見れて、無料ですからね。皆さんこれは楽しいんで、ぜひ始めてください。さあ、もうちょっとしたらここにリンクを貼りますが、このリンク先の初心者レッスンのここというところに行っていただいて、数字の1から動画を見ているだけで、あれ今私弾けたんじゃない、ちょっとってなると思いますよ。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。じゃあリンク貼ります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい、クリック。はい、行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽、J-POP から、最新 J-POP から、夏メロから、もうロックから、洋楽から、ハワイアンから、演歌から、アニソンから、何でもありますが、さっきのリンク先の下の方にリストになってますので、ご覧になってください。じゃあ、早速行ってみましょうか。ラズベリードリーム。これかっこいいですよ。まずは簡単バージョン。初心者さん向け簡単バージョンの方から、やってみます。ワン、ツー。ラズベリードリーム、シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。いいですよね、やっぱり。はい、見ていただいて分かったように、1番だけショートカットバージョンです。2番もやりたい方は自分でノートに書き出して、コード進行一緒ですから書き出してください。それが結構いいです。その時の参考になるようにノートを見ていただこうと思います。はい、イントロから始まって、はい、ちょっと一時停止で見ていってください。シンプルです、すごく。はい、じゃあこの辺から B メロで、この辺からね、ちょっとね、かっこいいバージョンではいろいろ変化が起こるんですけれども、まずこの下の段にこれ E7 サスポって、これ E7 が E7 サスポっていうコードで置き換わります。かっこいいバージョンで。今は E7 でやった。これダダダダダとか決めですね。これ書いてあります。後で解説しますから。はい。で、こっからサビに入っていく感じですね。はい。ここにもなんかいろいろ書いてある。後で解説します。じゃあコードの解説します。Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。はい。今日この7個で今シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、ドン！ガズレレ必須コードいい。必須って書いてある。これはね、
ウクレレ入門コード8個のコードのグループの名前をガズレレ必須コードと言っております。コードっていうのは本当にたくさんあって、全部覚えるなんてもうそもそも無理みたいなもんなんですけれど、今ご覧になっているガズレレ YouTube でいろんな曲を YouTube と一緒にセッションしたいときに、このガズレレではこの8個のコードを超基本に置いてまして、ここ最優先に覚えてください。以前めちゃくちゃわかりやすく楽しく頭にスッと入る動画を撮ってますんで、ここでちょっとお勉強してきてください。このコードは8個ね、覚えてください。そのうちの7個です。なんも、つってもまあ見てもらえばわかる。簡単コードばっかりなんでね、お願いします。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョン入ってきます。かっこいいバージョンではコードが1個追加されます。E7 サス4ということで、こっちに E7 ってあるでしょ。これとこれまあ兄弟関係みたいなもので、ちょっとこれ解説しておきます。まず E7 っていうのは、こことここをこういう風に押さえるのが E7 ですよね。これ OK かな。はい。この人差し指見てたら、これをここにしたら E7 サス4。こっちにしたら E7 です。はい。かっこいいでしょ。E7 サス4から E7。はい。これやってみます。これ出てくるところ、まあ後で紹介しますから、まずはちょっと流れで見ていこうかな。はい。じゃあかっこいいバージョンは基本的には、はい、このリズム。8ビートのチャ。このリズムを主体にします。じゃあちょっとやってみよう。8ビートのチャ、まず Am 押さえといて。じゃん、チャチャス、チャ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 ン。はい。これを基本に置きたいと思います。そしてですね、今日ちょっとこの B メロでね、どうか、魅力をくださいのと、ここのところでカッティング止めながら、頭打ちです。どうか、魅力をください。止めていく。バッパッパ。よく見ると左手で止まってんですよ、ほら。いい？これをカッティングというのは、左手でパッパッパッと音を止めていく。8ビートのチャとカッティング。この弾き方で、ラズベリードリームかっこいいバージョン、やってみようと思います。この弾き方、はい、ここ。ここにリンク貼っときます。これはですね、ガズレレホームページの1ページで、ウクレレでできるリズムのいろいろという1ページがあります。そのページの中から、8ビートのチャと、カッティング。よーく見て、ちょっと練習してみてください。まず8ビートのチャっていうのは、8ビートっていう基本のリズムができた上での話なので、その順番でやってみてください。はいはい、続けます。で、このドーカーからカッティングになって、ここはちょっとまあ難しくなるんですけど、ここ見てください。E7 サス4から E7 になるんですけど、ここに、ダダダダダダダと書いてあります。はい。ここ決めたんですけど、ちょっとここからやってみますね。見つめればからです。ワン、ツー、スリー、フォー。見つめれば、通り着くほど。イェイイェイイェイ。こんな感じです。ダン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 。E7 サス4から E7 に行こう。ダン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 って盛り上がっていく感じ。はい。この後がまたかっこいいです。今のね。だん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 、あ、ちょっと待って、見て。はい。だん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 、こうサビく。ラズベリーのところ、ここ見てください。ドドパーンって書いてあるでしょ。ここ決めですね。ここも決めなんですよ。ドリツーク、ダダ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 、トッタパーン。ここ、さっきのとこから繋がりでやってみますね。見つめれば、ドリツーク。こんな感じで、ラズベリー、はい、最初にツックが入る、ラズベリードリーム、ちょっともう一回いきましょうか。見つめれば通り着くほど、イェイイェイイェイ、ラズベリードリーム、分かった、ポッとパーン。ここがそのまんま書いてる、ドットパーン、ドットラズベリーって感じですね。ここ、2箇所出てきますから。はい。で、最後、ここ、サビ、最後の方で、またここで、カッティングの、こう、弾き方で、1番回る。こういう風に、やってみようと思います。なかなかこれはね、興味深く、面白いです、ね。ラズベリードリーム、かっこいいバージョン、やってみる！ワン、ツー、スリー。
so mad, so sweet, sweet raspberry dream. Do 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 do. Yeah, yeah. せーの、ガチャン。はい、ラズベリードリーム、かっこいいバージョンやってみました。どうですか、あの。サビに行くところとか、まあなんかテンション上がりますね。あのこうなんていうか雰囲気をグワッと持っていく曲の中に詰め込むみたいな感じがね、やっぱりこの紆余曲折っていうかね、この曲の中のストーリー展開みたいなのがまあこれ演奏でも表現できると楽しいです。はい、よかったです。はい、皆さんバンバンやってくださいね。はい、では最新情報のご案内、ウクレレどんどん弾いて、まだこの楽しさ知らない人にどんどん教えてあげてください。よろしくお願いします。じゃあご案内どうぞ。ほい、ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるのでよろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか、はい、こちらです。2019年9月1日日比谷のヤオンデカズレレ、こちらですね。もう始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当にあの詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。でホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、 LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、 LINE アットで、最新情報ゲットしていただく、これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、僕がね白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、もう全国の本屋さんで注文など、あの書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っていて、ボリューム5になるんで、250曲ぐらいの歌本になってます。 CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いします。あー、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで、もうね伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください。それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。